はい、島田社長です。今日はここからスタートします。はい、今日はね、サルフス村に来ました。道の駅。売店の方に来ました。撮影許可もらったんでね、中の商品、写していきたいと思います。ケガニ、草も抜く。はい、それでね、店員さんに何がおすすめって聞いたらね、これだそうです。ホタテね、こっちは何ホタテ、第3回ガチャで毛ガニを当てようのコーナーやってまいりました。第3回、早速やっていこうと思います。じゃあ今日は2回、はい、ではやっていきます。はい、まず1個、これはバッチ、これはね、何も落としない。いや、なんだ、ステッカーみたいな。こんな感じ。はい、結局外れました。まあこんなもんでしょう。ちょっと時間早いんで、サルチの船でもちょっと見てこようかなと思います。じゃあ行ってみましょう。今日風強いわ。
ここも立派な船ばっかりだ。立派な船ばっかりだな。光栄丸、奥が卓栄丸だね。でこっちがカモメ丸。今日はこんな感じ。